源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ宇治十条。宇治十条は、源氏物語の最末日にあたる、第三部の内後半の橋姫から、夢浮き橋までの十条を言う。この部分は、宇治を主要な舞台としているなど、源氏物語の他の部分と異なる点が多いことから、他の部分とは分けて考えられることが多い。白造史、指名称あるいは、課長余剰といった古い時代の文献にも、 この部分の関数だけを、宇治1、宇治2というようにそれ以外の巻とは別掛けで、数えているものがある、等の点から、この部分を分けるやり方は、古くから存在したと見られる。また、昇華本源寺物語系図や源氏一品京の、ように、源氏物語54条から、並びの巻を除いた37条のうち、宇治10条全体を、宇治1条として数え、 源氏物語全体を28条であるとしているものもある。この部分については1条、金吉の課長余剰、1条、冬らの制限問答などが紫式部の娘である第23位が作者であるとしているなど、古くから紫式部が作者ではないとする見解も多い。計量分析においても1957年の安本美典による論文において、 各巻ごとの本文の長さ、個々の文の長さの他かはか、直輸、生輸、心理描写、色彩語、名詞、要言、助詞、助動詞の出現頻度、品詞の長さの12項目について調べた結果、個々の文の長さと助動詞の出現頻度以外の10項目について偶然では起こり得ない違いが存在することから、紫式部が作者である可能性が低いとされ、 また他の研究者による論文も発表されている。これに対して、源氏物語とは異なる作者によることが明らかで、あるが、源氏物語の多大な影響のもとに成立したと考えられているサゴロモ物語や手枕といった作品と、源氏物語と上記と同様の、軽量言語学的手法によって比較したときに、算出される際は、源氏物語を 宇治十条とその他の部分に分けたものに見出される際より、はるかに大きなものであり、このことから考えると、宇治十条別作者説は成り立たないとする見解も存在する。大きく、橋姫から、沢並みまでの、大君、中野君物語と、宿り木から、夢浮橋までの、浮船物語とに分けられることがある。ありがとうございます。